北国新聞ニュースをお伝えします白山市の山田範明市長が今朝、脳座症のため入院先の病院で亡くなりました七十一歳でした山田市長は今月六日に白山市役所で倒れて頭を打ち公立松戸石川中央病院に救急搬送されました白山市によりますと 搬送された時点で山田市長は意識がありましたが、その日の夜に容態が変わり、意識が混濁する状態が続き、今日午前5時に農佐省のため亡くなりました。山田市長は白山市の旧吉野谷村出身で、村議会議員や県議会議員を経て、2014年に白山市長に初当選し、現在3期目です。 山田市長は、健康診査で炎症が見つかった胆脳を去年の夏に切除して以降、入退院を繰り返し、胆管炎の治療を受けながら市長の仕事を続けていました。山田市長の死去に伴う白山市長選挙は、統一地方選挙の臨時特例法に基づき、来月16日に告示され、 来月二十三日に投開票が行われます。北陸新幹線の小松駅と加賀温泉駅の発車メロディーが。松任谷由美さんの作曲で作られることになりました。列車の出発を知らせる発車メロディーは。ホームで十数秒間流されます。 北陸新幹線の駅では新幹線を身近に感じてもらうため地元ゆかりの音楽家がメロディーを作り例えば金沢駅の発車メロディーは地元出身の中田泰隆さんが15秒のオリジナル曲を制作し街のイメージや新幹線のスピード感を表現しました。そして来年の春に開業を予定する 北陸新幹線の小松駅と加賀温泉駅の発車メロディーについてはシンガーソングライターの松東谷由ささんの作作曲で制作されることが分かりました。石川ファンとして知られる松任谷さんは8年前から石川県の観光ブランドプロデューサーを務め県観光 PR マスコットキャラクター百万さんにちなんだ百万さん小タを作曲しました。 数々の名曲を生み出し時代をリードしてきたユーミンによる発車メロディーが新幹線の金沢開業に続く県内の第2の第開業を花々しく盛りり上げることになります。金沢大学の合格者が昨日発表され1,684人が喜びの春を手にしました。 今年の金沢大学の入試には、3436人が受験し、平均2.2倍の関門に挑みました。近代の角間キャンパスでは、昨日午後3時に合格者の番号が貼り出され、春を掴んだ受験生に満開の笑顔が広がりました。合格した1684人のうち、 石川県内の高校出身者は373人で、去年よりも16人減り、合格者全体に占める割合は22.1%と、去年を1.1ポイント下回りました。泉川岡高校3年の生徒は、1日10時間以上の勉強を続けて、医薬・保健学域・医学類に合格し、将来は、 救急医療に携わりりたいと目標を語りましたまた金沢西高校出身の19歳の女性は2度目の挑戦で人間社会学域法学類に合格し入学後も司法試験合格を目指して勉強を続けると決意を示しました。加賀市の建築会社が 地元の保育園と小学校を育つ子どもたちに、木でできた卒業証書を送りました。加賀市柏の町の建築会社、下原は、一昨年から地元の東谷口保育園と東谷口小学校に、木製の卒園証書と卒業証書を送っています。下原の社長、下原隆生さんは、 昨日、東谷口保育園を訪れ、木の良さを感じてくださいと、4人の園児に卒園証書を送りました。A4 サイズの証書には国産のヒノキが使われ、レーザー加工で園児の顔や桜の花びらが彫られています。卒園証書を手にした園児の一人は、木のいい匂いがする、大切にしたいと話していました。 木星の卒業証書は小学校の卒業生六人にも送られました。花と緑ののいち椿祭りの実行委員会が昨日北国新聞社を訪れ、今月十八日から始まる祭りに来場を呼びかけました。P.R. に訪れたのは椿祭り実行委員会の。 中村翔一委員長などで、市民が椿に親しみ、郷土愛を深める機会にしたいと多くの来場を呼びかけました。花と緑、野の市椿まつりは、今月18日と19日に開かれ、椿の切り花や鉢植えが文化会館フォルテで展示されるほか、野の市生まれの純米酒、賞状の試飲会もあります。 また、学びの森野の市カレードでは、江戸時代に描かれた百鎮図を生け花で再現します。以上、北国新聞ニュースをお伝えしました。